女優で歌手の前田敦子、22、が、3日、都内の ZEP 東京で単独では初の、有料ライブ、セブンスコード、を行い、終演後に報道陣の、取材に応じた。序盤5曲目から歓喜はまて号泣した前田は、声援が、身に染みて嬉しいな、感謝だなって思いながら歌っていたら、感情が高まってしまって、と照れ笑い。歌手、前田敦子、を待ち望んでいたファン2700人の、対、あっちゃんコール、に包まれた前田は、女優と歌手の両立にも、意欲を見せ、今のままでいけば、歌もお芝居もどっちもやっていける気がしますし、やる機会もあると思います。そのスタンスは変えたくない、と、力を込めた。6月には総選挙で、1、2を分け合った、ライバル、大島優子が AKB48 を、卒業し、女優に転向するが、タイプが、全く違うから、お互いに、面白い、と思い合えるんじゃないかと、お互いの中で近い存在になると、思います、とにっこり。先月30日に卒業セレモニーが、行われる予定だった。東京、国立競技場へ公演中止後には、励ましてって言われて、みんなで会いました、と告白。自身の経験と重ね合わせ、卒業直前は、怒涛ですね。いい意味で一番大変。全てが詰まってるから、と振り返り、卒業前は、綺麗になるって言われるんですけど、優子は確かに綺麗でした。お嫁に行くような、一番綺麗になるタイミングなのかな?と感慨深げに話していた。女優で歌手の前田敦子、22、が、3日、都内の ZEP 東京で単独では初の、有料ライブ、セブンスコード、を行い、終演後に報道陣の、取材に応じた。序盤5曲目から歓喜はまて号泣した前田は、声援が、身に染みて嬉しいな、感謝だなって思いながら歌っていたら、感情が高まってしまって、と照れ笑い。